こんにちは、山本明美です。病理組織と英語が学べるクイズシリーズの第1回。今日はカルシフィラキシスの病理組織像について見ていきます。まず、ジェラット・ガードナー先生によるカルシフィラキシスについての解説動画を視聴して、次の質問に答えていきましょう。ガードナー先生の動画はこちらからご覧にいただけます。はい、ご覧になりましたかでは その動画の内容に関する次の1から5の質問について答えを考えてみてください。まず1つ目の質問「硬色の皮疹が見えにくいのはどのような皮膚色の患者さん」とおっしゃっていましたでしょうかはい答えは「ダークスキン・ペーシャンツ」ということで色の黒い患者さんでは後半などがよく分かりにくいとおっしゃっていました。 第2問。パウダー状のカルシウム沈着らしきものしか見られないとき、それがカルシウムであるかどうかを確認するために使う染色法は何かという質問についてはどうでしょうか答えは、はい。フォン・コッサ染色とおっしゃっていました。私たちは通常、コッサ染色と呼んでいますが、正しくはフォン・コッサ染色と言います。3問目。 臨床的にカルシフィラキシスを疑っている症例で浅い皮膚症剣の標本でカルシウム沈着が見つからない時におすすめなのはどのようなことだとおっしゃっていたでしょうかはい皮下組織まで及ぶ防水系の整形もしくはパンチ整形を一旦行いその穴からもう一度同じパンチを使って組織をくり抜くダブルパンチ整形をおすすめするとおっしゃっていました。 4つ目、1つのボトルに2個の組織を入れるときに注意することは何でしょうかはい。病理診断の申し込み書に組織が2つあることを明記するとおっしゃっていました。その理由として、脂肪に富んだ組織がぷかぷか浮いていて見失ってしまったり、容器の蓋の裏にくっつくなどして2つ目の組織を見逃すことがあるためとおっしゃっていました。5つ目、 カルシフィラキシスの所見が見られなくても、神秘の上の方にどのような所見が見られたら、カルシフィラキシスを疑って、深部組織の政権を考慮すべきであるとおっしゃっていましたかはい。それは、アンギオープラジア、血管の新製造とおっしゃっていました。以上です。ご視聴ありがとうございました。